ジュリア・マーガレット・キャメロンジュリア・マーガレット・キャメロンはイギリスの写真家。当時の有名人の肖像写真、アーサー・オー・その他の伝説的な主題の写真で有名。カメロンの写真家としての経歴は晩年の短期間であった。その作品は写真術の発展に大きな衝撃をもたらし、特にその短く刈り込まれた肖像写真は今日なお模倣されている。 ワイト島のディンボラロッチにある彼女の家には今なお訪問することが可能である。ジュリア・マーガレット・キャメロンは東インド会社のイギリス人社員ジェームズ・パトルとフランス貴族の娘アドリーヌ・ヌドレタンを両親としてインド・カルカッタでジュリア・マーガレット・パトルとして生まれた。キャメロンは有名な美人一家の出身であったが姉妹のうちでは醜いアヒルの子とみなされていた。 例えば、姉妹一人一人には、ニックネームの用いる属性があった。姉妹たちには、美人のようなニックネームがあった。ジュリアのニックネームは、才能であった。このことは、ジュリアの中に理想化された美に取りつかれることを教え込んだ。結婚、編集、ジュリアはフランスで教育を受けたが、1838年、インドに帰り、チャールズ・ヘイ・カメロンと結婚した。夫は彼女より20歳年上で、 カルカッタにあるローコミッションのジュリストであり、一員であった。1848年、チャールズ・ヘイ・キャメロンは引退し、一家はイギリス、ロンドンに移った。キャメロンの妹の一人で、元インド高等文官ヘンリー・トービー・プリンセプの妻のセアラ・モンクトン・プリンセプは、ロンドン住まいであったが、ケンジントンのホランドハウスのカフヨー家屋である、リトル・ホランドハウスでサロンを主催していた。そのサロンには、 有名芸術家や著作者が定期的に訪れた。1860年、カメロンは、ワイト島にある詩人、テニソンの辞書を訪れた。ジュリアは、立地条件が気に入り、キャメロン家は、そのごまもなく、財産を購入した。彼らはそれを、一家の正論の辞書にちなんで、ディンボラ・ロッジと呼んだ。私は待つ1863年、キャメロン48歳。 娘は彼女に写真機を送り、これにより彼女の写真家としての経歴が始まった。一年もしないうちに、キャメロンは、フォータグラフックササイアティス、オブロンドンスコットランドの一員となった。キャメロンは、写真で美を捕獲しようと努力した。彼女は書いた、私は、私の前に来た、あらゆる美を逮捕したいと絶望し、ついに絶望は満たされたと、ワイト島の隣人であるテニソンはしばしば、 この写真家に会いに友人たちを連れて行った。キャメロンは時々仕事に取りつかれたようになった。キャメロンが出盤をコーティングし、観光させ、副写する間、モデルたちは目も眩むようなライトを浴びて、長時間に及ぶ、露光の間、黙って座らされる羽目になった。その間に、モデルが動いて、ピントがずれても、キャメロンはわざとレンズはそのままにして、それで生まれたボケが、 作品の親しみやすさとなり、独自の視覚的な癖となり、その結果、カメロンの写真は、型にはまらない写真になった。同世代人たちはそれを非難し、キャメロンの作品を嘲笑さえした。しかし、友人たちや家族はキャメロンを支持し、それでキャメロンは、当時のアマチュア写真家の中で、最も多作で、進歩的な写真家になった。キャメロンの作品に対する、 熱中ぶりは、モデルを務める彼女の子供たち、彼女を訪問した著名人たちを終わりなく続く、撮影で壁域させることもあったが、同時に、モデルたちは、最良の写真を後世に残すことができた。キャメロンは、自分の撮った写真を著作権事務所に登録し、その写真に関する詳細なデータを保管した。この抜け目ない詳細は、キャメロンの多くの作品が現存している理由の一つである。 一方、キャメロンの多くの肖像写真が重要であるとされる理由は、それらが歴史的人物たちの唯一現存する写真である場合が多いからである。絵画やスケッチは残っていても、この当時、写真はまだ目新しく典型的なポートレートスタジオの外で誰かが試している表現技法だった。キャメロンの写真はほぼ二つのジャンルに分けることができる。 しっかりと枠に収められた肖像写真と宗教や文学作品に基づく偶意的な写真イラストである。特に写真イラストにおいては遠くを見つめるような表情や脱力したポーズ、柔らかな照明にラファエル全派の影響が明らかに見て取れる。肖像写真、編集エレンテリー・ジュリア・マーガレット・カメロン撮影、キャメロンの姉妹はリトル・ホランドハウスで、 キャメロンからもらった多くの肖像写真の展示をした。肖像写真のモデルには以下のような人々がいる。チャールズ・ダーウィン、アルフレッド・テニスン、ロバート・ブラウニング、ジョン・エヴァレット・ミレーウィリアム・マイケル・ロセッティ、エドワード・バーン・ジョーンズ、エレン・テリー、ジョージ・フレデリック・アッツ。これらの特徴的な肖像写真のほとんどはモデルの顔の周りがきっちりトリミングされていてソフトフォーカスである。キャメロンは こうしたビクトリア朝の有名人たちと親しくて、自分の写真に彼らの個性を焼き付けようと努力した。写真イラスト、編集、アーサー・オー・像写真以外のキャメロンの作品は、ほぼ、写真イラストである。キャメロンは、油彩画並みのクオリティで、歴史の一場面や文学作品を、よく写真にした。しかし、背景を隠すことはしなかった。テニソンとの進行で、 テニソンは自作のアーサー王伝説に取材したアイドルズ・オブ・ザ・キングを写真でイラストにしてくれないかキャメロンに頼んだ。そうして撮られた写真は当時から油彩画に見間違われるほどで歴史的なコスチュームと複雑なひだつきの織物など時代交渉も行き届いていた。現代ではこのようなポーズを撮った写真は美術評論家から切り捨てられてしまうがキャメロンはこれらの写真を 手本にした、油彩が同様、芸術だと思っていた。1875年、キャメロン一家は、正論島に戻った。キャメロンは写真を続けたが、写真を現像、プリントする、化学薬品と純粋を手に入れるのが難しいと、手紙で不平をこぼしている。インドでは、リトルホランドハウスの芸術家コミュニティと連絡する術も、なく、また、イギリス時代のように、 自分の写真を販売するマーケットも持たなかった。そのため、インドで撮った写真は少ししかなかった。写真の中でモデルを務めたのは、現地のインド人たちで、イギリスの隣人たちに撮らせたポーズを彼らにも撮らせた。インドで撮られた写真はほとんど現存していない。キャメロンは1879年、セイロン等で亡くなった。ジュリア・ジャクソンの肖像写真ジュリアは、キャメロンの名であり、 お気に入りの被写体であり、作家バージニアウルフの母である、キャメロンの名、ジュリア・プリンセップ・スティーブンは、1886年のイギリス人明治天書版に、キャメロンの伝記を書いた。彼女は、バージニアウルフの母親で、ウルフは唯一の儀曲、フレッシュウォーターで、キャメロンのワイト島時代のフレッシュウォーターサークルを面白おかしく描いている。とはいえ、 キャメロンの写真が広く世に知られることになったのは1948年ヘルムート・ゲルンスハイムがキャメロンの作品についての本を書いてからである。ありがとうございます。